ただいまより桜庭つゆきプレゼンツ夜のツタンカーメン開演いたします。なお、この番組はアホになってください、笑ってください、大爆笑してください。アホと素直と行動力が世界を救う夜のツタンカーメン開演です。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今週も夜のツタンカーメンやってまいりました、桜庭つゆきでございます。アシスタントのギョウでございます。はい、今週もどうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、先週は初めて、そうですね、うちの会社のアベリの話をさせていただきましたけどもね、ちょうどあの、はい、桜庭さんに出会ったぐらいのお話だったので。そうですね。あ、そんなにメッセージを受けて、そうそうそう、本当に行くべくして今のアメリがあるんだと思うと、うん、そうなんですよね、胸が熱いですね、うん、でね、先週はねちょっと時間がないから端折ったところがたたたたあって、うん、はい、喋れたのがね5万分の1ぐらいなんでね、大げさですね。だからもう2015年はこの話で引っ張っていくけども、あのね、その先週も話しましたけども、はい、結局ほらその駐車場のね、うん、カードがなくしたでしょ、駐車券がない、2回ともなくしたでしょ、うん、1回目は本当にポルターガイスト現象でどっか行っちゃったんだけども、うん、2回目はね、うん、車のその運転席の横のとこの、うん、なんて言ったらいいのかな、なんか車の運転席の横にさ、なんかサイドポケット、サイドポケットっていうかこう引き出しみたいなのがあるんですけども、うん、その中に入ってたんだよね。へー、本当にポルターガイストで移動したんだよ。だってそんなとこ入れないんだもん、絶対、うん、入れないですよ、ね、入れないのにそこから見つかったんだよね。恐ろしいよね。でもそれっていうのもやっぱりそこでやっちゃダメだよっていうメッセージなんでね。いや、でもあのインターステラーを思い出すと並々ならぬ、そうなんですよ、本当にね、命がけで、そう、命がけでね、隠してくれたんですよね。そうなんですよね。だから本当にね、至るところにメッセージが届いてるので、そのメッセージに耳を傾けるっていうね、うん、これどういう意味なんだろうっていうのをね、うん、すごく深く考えてみてほしいなって思うんですよね。すごかった。で、まあせっかく会社の話をしちゃったので、はい、その後のまたちょっとその自由が丘ストーリーっていうのをちょっとお話しさせていただきたいんですけども、はい、結局そのほかま師匠に自由が丘に行きなさいと、うん、自由が丘にね、その有名な石屋さんあるから見に行きなさいって言われて、その店を見て、はい、ああ素晴らしいな、石屋ってこういう風にやったらいいんだって思って、うん、駅の方に向かってとぼとぼ歩いていたら、うん、商店街の中にね一個空きのテナントがあったんですよ。で、今からねもう4年、5年、もう4年前か、4年前っていうのは、はい、自由が丘っていうのは空き店舗が一軒もなかったのね。すごい流行って、ものすごい流行ってた。今ではね、悲しいことに自由が丘は、テナント、空きテナントが見つかるんだけども、うん、当時はね、全くないんですよ、うん。で、テナント募集っていう張り紙が張り出されることもないの。なんでかっていうと、出ちっちゃっても、水面下でみんな契約が決まっちゃうから。ああ。もう順番待ちの人たちがたくさんいるから、うん、そういうの情報はね、表に全く出てこないまま終わっちゃうんだけども、うん、ちょうど僕が通ってた時っていうのは、その店の前を通った時に中がガラ空っぽだったのね、うん。で、空っぽだから、やべえ、ここ超いい店と思って、うん、ここ絶対俺やりたいと思って、うん、パッと横見たら不動産屋があったんですよ。うん、で、不動産屋があったらすぐに飛び込んで、うん、すいません、あそこの空き店舗って空いてるんですかって言ったら、あ、あそこね、昨日出てたのよって言うんですよ。あ、ちょっと僕入りたいんですけどって言ったら、あそこね、人気があるから、プレゼン大会をして、そのプレゼン大会の中で一番いい人に選ばれるって言われたんですよ。へぇ、プレゼン制なんですね。プレゼン制なんですよ、当時は。で、それでもいいですかって言われたから、もう何でもいいです、お願いしますって言って、日時決められて、プレゼン大会だったんですよ。だから自分がどんな仕事をしていって、どんな思いを持って、自由が丘の地で。そう、自由が丘の地で、商店街で、その石屋さんっていう仕事を、うん、そう、どういう理念を持ってやるのかみたいな感じでプレゼンしてくださいって言われたんですよ。で、ほら僕はさ、どっちかっていうとさ、ほら奥手だしさ、なかなか無口だから絶対言うと思った、あんまりこう喋れないじゃないですか、いらないくだりだけども、うん、一生懸命喋りましたよ、うん、もうないことないこと全部喋った、ないことないこと、うん、そしてないこと、そう、全部ないこと全部喋ったら、うん、その人事担当みたいな人にものすごい気に入られて、うん、やった、桜庭さんで行きましょうって言われて、うん、僕に決まったんですよ。あの厳しい競争を勝ち抜いたんですよね。得意の喋りで。そう、得意の喋りでね。それで、まあ、うちが入ることになりましたって言った時に、うん、ちょうどその日にね、
まあ、まだ合否をいただいてない時に、うん、お腹が空いたなと思って、うん、蕎麦屋さんに行ったんですよ、うん、だからちょっとねこの蕎麦屋さんが僕の人生を大きく変えてくれたんですよ、うん、蕎麦屋さん大蕎麦屋さん自由が丘の駅の前で蕎麦屋ある蕎麦屋さんが本当僕の人生を劇的に変えてくれた、はい、でその水車屋さんをやるにあたって、はい、僕はどういう店にしたいのかなってことをすごく深く考えたんですよ、うん、もう深くもうバイカルコより深く考えた。出たバイカルコ。それで、ね、覚えました。はい。それで、僕は今まで10年間、あ、その16年間お店をやってきた。10店舗やってきた中で。暗黒時代の話もありますね。そう、暗黒時代の時もあったけども、うん、あの時っていうのは、全く接客しない仕事だったのね。お客さんが勝手にレジまで商品持ってくるっていう仕事だったの。むしろ、接客しようとすると嫌がられるっていう特殊な仕事だったんですよ。ほっといてちょうだいと。そう、だから接客したことがないんですよ。だから人生初の接客業なわけですよ。で、うん、どういうお店にしたらいいのかなって思った時に、うん、僕の大好きな福島正信先生っていうね、はい、経営コンサルタントをやってらっしゃる先生がいて、僕はこの福島先生の話が大好きで、この福島先生の講演会に行った時にすごいいい話をしてくれてて、うん、で僕はいつか退職したら福島駐車場っていうのをやりたいんだっていうんですよ。駐車場の話ですね。そう、駐車場の話すごく良くて、で福島先生がいつも通ってた駐車場のおじさんがいて、うん、このおじさんがものすごくいいおじさんで、うん、その例えば雨が降ってる日なんかだと、うん、車から出るときに傘さすまでの、まあ、1秒か2秒ぐらいの間濡れるじゃないですか、うん、濡れるからそのおじさんが傘を持って走ってきて、自分が車を開けた瞬間にもう傘を差してくれるって言うんですよ。だから自分は全く濡れない。で本当にたかだか駐車場のおじさんがなんでこんな優しいんだろうって、うん、で帰るときになると見えなくなるまでお辞儀をしてるって言うんですよ。こんな駐車場ないじゃないですか、うん、で福島先生はそのおじさんのことが大好きで、うん、でそのおじさんがもう結構ご高齢だったので、うん、そのおじさんがもう今日で最後なんですっていう日があったって、うん、そしたら駐車場ってさ、宝くじ売り場みたいな感じな、うん、ホタテ小屋みたいな中にいるじゃないですか、うん、プレハブみたいなね、ね、あの中がそのおじさんへの感謝の印として花束とか箱菓子とかがもう何十個も山積みなさって、だからそのおじさんが今までどれだけの人たちに喜ばれてきたのかっていう証なんですよね、それはね。だから福島先生は、僕も絶対に福島駐車場っていうのをやって、あのおじさんのようにたくさんの人たちに喜ばれる駐車場をやりたいんだっていう話をしたんですよ。でその話すごく僕好きで、やっぱりその人が喜ばれてきたかっていうのは普段は分からないけれども、そういう最後の最後になった時に皆さんがそうやって感謝の印として何かを箱菓子やらお花やらありがとうって持ってきてくれるって、僕そういうお店にしたいなと思ったんですよ。へえ、初めて聞いたかも、うん、あんまり言わないですからね。そうです、いいですね。だからそういう思いで、今は全くね、もう店に行くのは3年に1回ぐらいしか行かなくなっちゃったけども、当時はもう毎日休みなく働いてました、うん、多分1年ぐらいはやもうずっと、うん、いつも店番してたんですよね。うん、で、その時に、とにかく一人一人のお客様に対して、うん、もう誠心誠意持って愛を込めて接客をしたわけですよ。はい。その人が気に入ればリピーターになってくれるし、うん、まあ気に入らなかったらもう来ないじゃないですか。で、そんな中で、リピーターって言われる人たちがたくさんできてきたんですよね。うん、で、たくさん気に入っていただいて、しょっちゅうしょっちゅう来ていただくようになった。うん、そしてお友達も紹介してもらえるようになった。と、うん、いうことで、すごく嬉しかったんですよね。で、売り上げもどんどん伸びていって、まあ本当に嬉しいなという思いでやったんですけども、僕の中ではやっぱり皆さんは喜んでくれてるかもしれないけども、うん、本当に心の底から喜んでくれていたのであれば、うん、おそらく箱菓子やら何なら持ってきてくれるだろうと思ったわけですよ。早いよちょっと怒んないで駐車場のおじさん思い出してなんで怒ずっとそういう思いでずっと仕事をしてました。はい。まあ半年ぐらい経ちました。はい。でもね、誰一人として箱菓子とか持ってきてくんないのね。うん、で、ほら、駅前にはさ、シュークリーム屋さんとかさ、そういうのがいっぱいあるけども、うん、こう誰と一人として買ってきてくれないわけ。うん。で、おかしいなって思ってくるわけ。もしかしたら喜ばれてないんじゃないんだろうか、とか思い出してきたときに、うん、ふと思い出すわけですよ。そうだ。お客様から、プレゼントが欲しいということは、うん、人生はブーメランの法則ですよ。自分からあげなきゃダメじゃんって思ったんですよね。当時まだヤングボーイだからもう
毛も生えてないようなさ、グリーンボーイだから、そういうまだまだ青かった時ね。だからとにかく自分からプレゼントあげようと思ったの。自分からプレゼントあげれば必ずお返しに持ってきてくれるだろうと。この浅はかなまだ桜庭少年、中国とか行くから結構安いお茶とかね、でそういうのを結構ねプレゼントとかしてたんですよ。で次来た時にきっと何か持ってきてくれるだろうと。アホだよね。もう今だったら絶対そんなこと思わないんだけども、当時はそんな風に思ってたわけ。とにかくお客様から物をいただくイコール喜ばれてるっていう風にしか思えなかったのね。だから配りまくってた時ありましたね。そう、配りまくってたんですよ。そういえば配りまくって、だからお客さんが来るたびに誰にあげたとかさ、大体覚えてるじゃないですか、うん、その人が来た時に思わずね手元を見てしまうんだよね。私菓子折り大賞ですよ、それ菓子折り持ってくべきで大賞の人だった。持ってかなかったけど、でほらみんなさ、トライの羊羹とかさ手に持ってるかなとか見るとさ、手ぶらで来たりするんだよね、うん、あれこの間あげたのにみたいな感じで、うん、おかしいなとか思うわけ、うん、でそんなことがずっと続いてたんですよ、うん、でお客さんは誰も何も持ってきてくれないということは、やっぱり僕は喜ばれてないんだなっていう結論に至るわけですよ、うん、でやっぱりもっと愛を込めてお客様に対して接しなきゃいけないんだなとかいうふうにずっと思いながらいたんですよ。それで話は蕎麦屋に飛びますよ。いい？いいよ。でまだ店舗がオープンしてない時ね、まだその桜庭さんにお貸ししますって言われてない時に、うん、初めてその自由が丘の時にお腹が空いてたの、うん、でなんか食べるとこないのかなと思ったら蕎麦屋さんがあった、うん、僕は蕎麦が大好きなんですよ、うん、もう一日三回蕎麦でもいいぐらい蕎麦大好きだね。で、その蕎麦屋さんに行ったら、うん、その蕎麦屋さんね、立ち食い蕎麦なんですよ。立ち食い蕎麦なんだけども、初めて行ったからルールが分かんなくて、まあ食券機で買うんですよ。うんうん、で、僕その時に、なんか山かけ蕎麦となんか頼んだんですよね。うん、で、食券買って出てきて、で、それをカウンターの上に置いてたんですよ。うん、で、そのカウンターの前に、まあ、立ち食い蕎麦屋だけど、椅子がある立ち食い蕎麦屋でね。うん、で、まあ、そこに自分が前に座って、自分の食券をその上にカウンターのところに置いたんですよ、うん。でもね、そのおばさんがね、僕の食券を無視するんですよ。で、後から来た隣の人とか、その隣の隣の人とか、うん、僕より後に来たのに、どんどん注文が運ばれてくるわけですよ。うん、で、この人なんで無視してんのかなと思って、で食券を手に持ってね、おばさんすいません、ちょっとこれお願いしますって言ったら、その僕の持ってる食券をね、もうなんかむしり取るようにね、もうバーンって手で取ってね、うん、あんたね、蕎麦なのかうどんなのか言いなさいよって言うんですよ。でそこには確かにその食券には蕎麦うどん両方書いてあるんですよ、うん。だからそこのシステムとして、食券を渡すときに蕎麦でお願いしますとか、うどんでお願いしますって言わなきゃいけないんですよ。確かに言うわ、言います。言わなきゃいけない。それ僕知らないから。でも普通お客様そばですか、うどんですかって聞いてほしいじゃない。あ、聞いてくれる普通。だけど聞かないからルールが分かんないでしょ。僕初めてのお客さんだからさ。うん、でテーブルの上に置いといたらさ、無視するわけじゃない。うん、この人すげえひどいなおばちゃんと思うわけ。うん、でこのおばちゃんがね、本当ね、多分僕の人生の中でね、宇宙で一番機嫌の悪い蕎麦屋なんだよね。大げさ。とにかく機嫌の悪さ天下一品なの。で、来た蕎麦を食べたでしょ。食べたら、この蕎麦が死ぬほど美味しいんですよ。うん、もう多分、立ち食い蕎麦屋選手権やったら日本で絶対3本の指に入る。あれ立ち食い蕎麦のレベルじゃないよね。1年ぐらい前から、スープと、麺がちょっとレベル1個落としたから小麦とか上がったでしょ。だからその値上げできない代わりに消費税も上がっちゃったし、だからその分ちょっとグレード1個下げたんだよね。だから前もっと美味しかった。まあグレード下げたけども、まあそれでも全然美味しい。で初めて食べた時衝撃的だったの。こんなのが300円で食べれて、このレベルやばいって思うわけですよ。でここの店の常連になろうって僕は決めるわけですよ。そしたらその蕎麦が食べたいがために、絶対その自由学校のお店やりたいって強く思うんですよ。蕎麦も要因になる。そうそうそう。絶対にあそこ受かりますようにって思うわけ。そしたら本当に受かった。うん、で、これで毎日蕎麦が食べれると思って、うん、ワクワクしながら、その時ね、もう夏、僕、うちのお店ね、7月1日オープンだったんですよね。だからもう7月1日でも結構暑いでしょ。うん、だから、その時ね、蕎麦行って食べたのが、うん、冷やし納豆蕎麦頼んだんですよ。あ、美味しいですね。冷やし納豆蕎麦頼んで、うん、で、今回は、
もう絶対にそばって言おうと思って、また何も言わないでおくと出てこないから、すいません冷やし納豆そばでお願いしますって言って出したんですよ。出してしたらおばちゃんが、あそこ本当不愛想だから別にはいできたよとかじゃないんですよ。そのカウンターの上にボンって置くだけなんですよ。それを自分で取るというシステムなのね。でまたボンって置かれて、このおばちゃん本当機嫌悪いなって思いながら、自分のところにね、カウンターに乗っかってるやつを自分のところに下ろしてみたら、冷やし納豆そばを頼んだのにもかかわらず冷やしとろろそばが来たんですよ。で、すいませんって言って、おばさん僕冷やし納豆そば頼んだんですけどって言ったら、おばちゃんが何にもすいませんも何も言わずにね、そのまま冷蔵庫に向かっていってね、冷蔵庫ガッて開けて、カップの納豆ってあるじゃないですか、カップの納豆をそのカウンターの上にボンと置いたの。もうなかなかでしょ、何この人と思って、すみませんもないし、ふざけんなよこの人と思いながら、まあいいや、まあまあまあしょうがねえと思って、自分でそのカップのね納豆を剥いて、で自分でかき回して、で自分でそのそばにかけるわけですよ。でこの冷やしとろろそば、まあ来たんだけども、この冷やしとろろと納豆と卵の黄身が乗っかってるんですよ。でこれのハーモニーがもう抜群にうまいわけですよ。もう言葉に言い表せないこのとろろと納豆と卵の黄身のハーモニー、食べたくなってきた。めっちゃ美味しくて、もう食べた時ね、もう本当に世の中にこんなうまい食い物あるんだと思うぐらい美味しかったんですよ。だからもう1日3回これでいいと思って、また次の日も行ったんですよ、また次の日も行って、だけどもそれは冷やしとろろそばと冷やし納豆そばっていうのは同じ食券なんですね。同じ食券なんですよ。でその食券に関しては納豆かとろろを選び、かつそばかうどんを選ぶような感じ。そうなんですよ。それでその食券を出した時にトッピングで納豆っていうのがないんですよ。とろろもしくは納豆トッピングがないので、おばちゃんにすいません、昨日とろろと納豆と頼んだんですけども、おばちゃんが間違えてだからトッピングで納豆追加したい時はどうするんですかって聞いたんですよね、そしたらできないって言うんですよ。あれ50円だよとかじゃないんですか。普通さ、100円だよ、納豆50円だよ100円とかなるじゃないですか、いやでもできないって言うんですよ。すごい、もうできないって。いやおばさん、ちょっと聞いてくださいと、ちょっと僕の話を聞いてよ、5分だけでもいいからってことね言ったら言ったらおばちゃんが、聞いたことあるような、それはできないって言うんですよ、いやでも僕昨日冷やし納豆そば頼んだらとろろがかかってきて、おばさんが納豆を言ったらくれて、それ食べたらすごいハーモニーで美味しかったから、僕100円でも150円でも出すから、お金払うから納豆をいただけませんかって言ったら、絶対に無理って言われたんですよ。いやちょっと待ってください、いやちょっと待ってくださいと、お金払うから良くないですかって言ったら、できないルールなんだよって言われたんですよ。っていうか誰が作ったんだよって話ですよ。でももう受け入れるしかないじゃないですか、だからもう絶対明日から納豆持参で来ようと思いながら食べたんですよ。持ってけばいいと。そう、持ってけばいいじゃないですか納豆を、だってハーモニーが忘れられないんだもん。あれやりたいですもんね。そうしたらね、僕に隣に座ったねお兄さんが、すいませんおばちゃん、ネギ抜きでって言うんですよ。要するにそのほら、そば頼むとさ、ネギがかかってくるの、ネギ嫌いな人ってたまにいるんだよね。いらっしゃいますね。いるでしょ、でおばちゃん俺ネギ抜きでって頼んだの、隣のおじさんが。で僕ネギ大好きなの、僕小学校の時のあだ名がネギネギ用だからとにかくネギが好きなんですよ。だからそのこの人に乗せる分のネギいただけませんかっていう喉まで出てきたぐらい、やめてだから言わなかったけども、びっくりした。ほんで、あこの人ネギ嫌いなんだなと思いながら僕普通に食べてたでしょ、食べてたらドンってカウンターに上に置かれて、その人がその自分のところにそのお椀を持ってったら、あーっていうわけ、おじさんがパッて見たらネギが山盛りになってんの。これすごいと思うじゃん。こしたらそのおじさんさ、めっちゃ怒って、おばちゃんさ、ネギ抜きって言ったのになんでネギがこんな乗ってんだよって。おばちゃんさ、ネギ抜きをネギ大盛りと間違えちゃったよね。でもね、おばちゃんは一言も謝らないよ、それが何かみたいな顔してるわけ。すごい怒っちゃって、ネギ抜きって言ったのになんで乗せんだよって2回繰り返したわけ。こうしたらさ、おばさんも仕方なくさ、ネギって体にいいんだよって。いや、そういう話じゃないじゃないですか。いや、そういう話じゃないでしょ。もう体にいいとか悪いの問題じゃないから。もう思考性の問題だからさ、こうしたら、おじさん本気で怒っちゃったら、
店長みたいなおじさんが出てきて、うん、すいません今すぐに取り替えますからって言って、まあ、その場を収まったわけだよ、うん、その時にこのおばちゃん本物だって思うわけこんなに機嫌悪い人いるんだ、もちろんテレビに取材に来てほしいくらいだよ。やばいですね。やばいでしょ。でまた次の日行くわけさ。で次の日行った時にまあ普通にいつものようにさ、冷やしとろろ納豆を持参しながらさ、こっそりね、そうこっそり納豆を持参してかけて食べてるわけ。そしたらさ、それ食券機だからさ、食券機の人がお客さんがね、うん、すいません誰か100円忘れてますよって言ったのね、うん、でカウンター10人ぐらいいるんですよ。あれ面白いよね、100円忘れてる人いますよ、誰、どなたですかって言った時に、その10人ぐらいいたうちの半分ぐらいの人ははーいって手を挙げたの。こうしたらみんなが手を挙げるから、やばいやばいって思って手を引っ込めるわけ、うん、あ俺じゃねえやみたいな感じで、うん、で一番奥にいた2人が、あなたですよとか言うわけ、うん、いやいやあなたのが後から来ましたからあなたですよとか2人が言い争いしてるわけ、うん、あなたですよ、いやいやあなたですよとか言ってたら、その食券機の前で100円をずっと手を挙げてるおじさんがずっといたんだけども、こうしたらその店のねおばちゃん、その機嫌悪いおばちゃんがさ、うん、つかつかつかっと来てさ、その100円を踏んだくってさ、あたしんだよって言ったんだよいや絶対お前のじゃない、いやあんた一番あんたじゃないよって最高。毎日行くからさ、毎日事件が起きてるわけもう事件はね会議室じゃないんで蕎麦屋で起きてんだよそんでね、またある時蕎麦食べてたの、うん、で蕎麦食べてたら隣のおじさんが、あの親子丼セットを頼んだんですよ。うん、ありますね、親子丼とその小さな蕎麦のセットなんですよ。あ食べたい。そしたらなんかイライラしてきたの、うん、もうなんか机をねもうトン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 してるわけなんだよ、何怒ってんだよと思ったらさ、おせえな、おせえなって言ってるわけ。あ、この人の来てないんだと思うわけ、うん、そしたらそのおじさん親子丼セットが来ないで、その人の分があさっての方向のおじさんとこ行っちゃってるわけ、うん、はい親子丼セットお待ちとかって後から来た時に持ってっちゃってるわけ、うん、そしたらそのおじさんめっちゃ怒ったわけ、うん、ああおばちゃんやーって、俺のは親子丼セット早く頼んでる、なんで向こう持ってくんだよっておばちゃんに言ったの、うん、したらおばちゃんはさ、もうご高齢だからもう70過ぎてるからさ、あやっちゃった私みたいな感じ、あの人絶対謝んないから、あさっての方向のね人のとこ持ってって、すいませんそれあんたんじゃないからって ひんだくってきてその俺の隣のおじさんのとこにボンって置いたわけ。なんたくやとか言いながら自分のとこにね、その一段高いカウンターだからドンって自分のとこ置いたら、その親子丼に全開に唐辛子がかかってんの、うん、そのだから持ってったおじさんが唐辛子が好きだったんだよ、うん、でね、それを親子丼をそのお客さんから踏んだくるときに、ちょっと唐辛子かけちゃってんだけどっておばちゃんに言ったら、いいんだよそんなのってそしたらその僕の隣の頼んだおじさんが辛いの嫌いなんだよそしたらおばちゃんよ俺辛いの嫌いなんだよってドンって突き返したの、うん、そしたらもともと間違えた親子丼を持ってたお客さんはカツ丼セット頼んでるわけですよ。あそしたらもうカツ丼セットしかないから、うん、カツ丼セットしかないよって言ったら、じゃあいいよもうカツ丼セットだよって言って、そのおじさんがカツ丼セットを食べ出したの、うん、そしたらカツ丼セットは550円、親子丼セットは450円なんですよ。100円の差額があるんですよ、うん、だからおじさん食べてるところの目の前に手出して100円よこしなっていうの、びっくりして本当にびっくりして、でこんな機嫌の悪い人本当にいるんだと思って、すごいですね、もう本当にびっくりしてさ。でそれをね、当時うちの妹もうちの会社にいたから、うちの妹にさ、いやあそこの蕎麦屋に行くとさ、めっちゃ機嫌の悪いおばちゃんいてさ、あそこいつも事件が起きてんだよねって言ったら、妹もお兄ちゃん私も毎日見るっていうのでも常に事件を起こしてるわけ、あのおばちゃんがね、すごいな、常に事件を起こしてて、でこの人ほんとひどいなと思いながらも、でも味が抜群だから、うん、毎日通うわけですよ、うん、でその時にうちのね、その従業員の人たちにいつもご飯を食べた帰りにスイーツみたいなのをプレゼントするんですよ僕、うん、でその時たまたま、バームクーヘン屋があってね、うん、バームクーヘンの切れ端っていうのがすごく美味しいの、うん、でこれが700円で売ってるんですよ。でそれをいつもスタッフに持ってって結構食べながら美味しいねとか言って、いつもスタッフもすごいそれを楽しみにした時に、うん、ふっと思ったんですよ、あのおばちゃんっていつもきっとお父さんお母さんとかきっとすごい虐げられていて、そういうずっと機嫌の悪い中育てられてきたんだろうなっ
って思ったら、あのおばちゃんってもしかしたらあのおばちゃんこそ被害者なんじゃないだろうかっていうふうに思ったんだよね。でその時にバームクーヘン買ってる時思ったんですよ。でその時そうだこのバームクーヘンあのおばちゃんにあげてみようと思ったの。へそれでその700円のバームクーヘン買った時にあのおばちゃんだって絶対人生で人からプレゼントもらったこと絶対ないんだよ。だってあのおばちゃんがありがとうっての聞いたことないんだから。だからそのバームクーヘンを買って、おばちゃんこれいつもお世話になってるからおばちゃんプレゼントって言ってそのおばちゃんにあげたの、あげたらそのおばちゃんが生まれて初めて小さな声でありがとうって言ったの。おばちゃんありがとうって言えんじゃんと思って、で、そしたら、その後から、びっくりすることにうちのお店に、お菓子やら花やら自分のところで採れた野菜を持ってくる人たちがめっちゃ増えたの。だからこの法則が今でも意味が分かんなくてすごいな。だからとにかくおばちゃんのことは死ぬほど嫌いだけれども、この嫌いな人を喜ばしたらどうなるんだろうと思って、それで700円のバームクーヘンをあげたら今までどんな手段を使ってお客さんを自分の店のお客さんを喜ばしても、何にも持ってこなかったお客さんたちがこぞっていろんなものを持ってきてくれるようになったんだよね。すごいですね。だから今ではいろんな人がお菓子とか、もう花とか野菜をもう何もくれない日がないぐらい、いろんなものを持ってきてくれるようになったんだよね。だからこういうところに宇宙法則って隠れてんだなと思って、いやーすごいですね。もうすごい感動したんだよね。だからそれ以来こうなんか嫌なやつとか見た時にもいつも言うんだよね、缶コーヒーあげた方がいいよとか。だからもう損得感情なんでね、もうとにかく神様っていうかね、上から見てる人たちをお前アホだなって言ってもらいたいなっていうのが僕の中にすごくあるんですよね。だからいつもいつもそうやってこう どういうふうにしたらね神様って喜ぶのかなとか、僕はいつも神様目線っていう話をするんだけども、ちょっとアホになってそうやって誰かを喜ばすことをしてると、いやお前がそんなね、普通だったら絶対そんなしないようなことをお前がするんだったら、じゃあお前にもちょっと面白いのを見せてやろうかなっていう、まあそういう思考回路になってるのかなって僕はね、思ってはいるんですけれどもね、こううまくいかない時とかもちょっとアホになってね、上のから見てる人たちが喜ぶようなことをしてみたら面白いことがね降りかかってくるかもしれないんですよね。かもしれないですね、はい、今週もいいですね。そうですか、はい、ありがとうございます。よかったです。なんかね、誰かの心に火を灯して、そうですね、今週末も、はい、幸せにお過ごしいただければと思います。はい、週末アホになってね誰かにプレゼントしてみてはいかがですかね。はい、はい、じゃあ今週はここら辺で、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。